行くわ。おう。よし。いや。大好きお前。お前の経験は俺信じてるけど。気をつける。オッケー。開始。長年夢見てきた景色、時速70キロ、その後雪崩が追いかける。時折振り返って雪崩の速さを確認、スピードを上げる。ターンをしながら地形を確認。高さ3メートルの崖を飛び越えた。ここからは岩に囲まれた細い谷へと入っていく。スピードが出すぎないよう大きくターン、速度をコントロールする。最後は幅7メートルほどしかない狭い谷だ。直線的に進むためスピードが上がる。この辺りは雪が固くなっている。時折足を取られる。体力は限界に近づく。コントロールを誤れば岩に激突する。難所を突破した。すげえな。頂上から麓まで一気に滑り切った。スタートからわずか3分。
振り返れば山はもう小さく見える。今日一日登っていくときはドキドキしてましたけどね。彼もスタート前は当たり前ですけどさすがに緊張してたんです。いやでもよかったっす。本当無事で。長年登り続けてきた大斜面、真っ白な雪のキャンバスに一本のシュプールが途切れることなく刻まれていた。本当にやっぱり素晴らしい景色の中で自分が生きているっていう実感を本当にひしひしと得られて、でその自分の今持ってる能力を全て使ってやっぱり登るにも滑るにも必要なものなので、このやっぱり自分の能力を使ってその自然の中で楽しむっていう、そういう本当に満足感がすごい大きくて。2時間後、洗い場も安全なコースで無事下山した。雪どうだったの？最高。いいな。まあでも人生でもベストですね、やっぱこの滑りは。